最近ストロン系チューハイって多いよな。だな、結構酔うの早いんだよな。やっぱどうなんだろう、まずいのかな。でも売ってるしな、合法だよな。どうなんだろう、わかんねえわかんねえ、教えてバチコイ侵略。皆さんこんにちは、侵略オタクのヨンです。さあ行ってみましょう。今日のバチコイ侵略はストロングチューハイ系。ね、いろいろ聞かれます。ストロン系チューハイ、ネットで調べたら最高 12% ってあるらしいですね。世の中にはきっといるはずですよ、 12% ストロングチューハイは。お前かみたいな。で、これいいのか悪いのか、私はおすすめしません。はい、それだったら普通の 5% でよくないって思います。 9% を500缶2本飲んだらどれくらいか。日本酒とかワイン、4、5瓶ね、普通のこういうあれ1本分飲むのと、まあ、大体同じなんですよ、アルコールの量としてはね。居酒屋でディリリリリリリトリリグリッグリッ、わかります、これわかります、はい。で、ディリリリリリリ日本酒4、5瓶1本グリ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 、うめえ。これまずくないですか。ちょっと飲みすぎでね、体壊すよ、危ないよっていうね。それぐらいの量飲むってことですからね。何がまずいかって、飲みやすい、喉越しいいでしょ。でしかもなんか安いじゃないですか、買っちゃうでしょ。それをグリグリグリ普通のビールみたいにね飲むと、そりゃもうバーン朝みたいになるのは、酒って記憶ぶっ飛ばすための薬物じゃないんですよ。美味しく楽しく飲めりゃいいじゃないですか。だったら別に普通のパーソンっていいんじゃないですか。かといって俺バイトでね食いつないでってなると酒ぐらい飲みたいな、こう、あ、日本も買えないよ、 9% の方が安くていいんだよっていう方がいるんだったら、コップに入れて炭酸なんかで割って、ね、ちょっとずつ飲みましょうよ。その方がね、まあ、体にいいと思う。あんなのをグリ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 いったら、酒なんて飲んだだけフラフラするんですからね、ろくなことなんないんですが、適量を越すからちょっと体痛まってください。なので、私はストロング系チューハイはおすすめしません。No!というわけで今日は、ストロング系チューハイについてのお話でした。それでは皆さんまた次回、せーの、バチコーイ。はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。